皆さんこんこにちは芸能界デビューから半世紀女優の池上公子さんが再び芝居に力を入れているといいます2022年に新型コロナウイルスに感染しましたその際生死の境をさまよいもう少しお芝居やっとけばよかったなと感じたのだそうです思いも新たに撮影に臨んだ映画「風の奏の君へ」が2024年6月7日に全国公開される予定です 俳優の杉野陽介さんとフランプールの山村竜太さん演じる兄弟の祖母初江に扮し作品に込めた思いを述べていますもともと同作は2020年5月に撮影予定だったといいますそこへ新型コロナウイルスが襲ったのです多くの作品同様延期に追い込まれてしまいました追い打ちをかけるように自身も2022年新型コロナに感染してしまいますピークは過ぎたとはいえ ままだまだだを許さない状況だったようです血中酸素は76まで低下しすぐに集中治療室 ICU で入りました医師からは「今日が峠です」と2回言われたのだそうですその時池上紀美子さんは「あ死ぬんだそうなんだ」って「そんな自分にびっくりした誰に会いたいとか何が食べたいとかも何もなかった生きることに変な執着がなかったのは良かったんだけど」 一つだけ思ったのが「もうちょっとだけ舞台とかお芝居やりたかったな」ってと一般の人があまり感じることのないような心境になったと言いますそんな時改めて撮影が決まったと言いますそこで生きることへの執着ができたのでしょう退院の目標ができました池上紀美子さんは「生かされたと思った」「神様がこれあげるから元気になれよ」って言ってくれている気がしたと述べています その後リハビリに励み退院を無事遂げることができましたただダメージを受けた肺を考慮し酸素ボンベを持って現場入りしたといいます髪を真っ白に染め役作りし岡山美魔坂市で茶畑を守る高齢女性を演じきったのですやっぱり楽しいそう感じた池上公子さんは同年12月には舞台「25マジック」にも出演しましたその時の心境をこう述べています 本当に幸せ。14歳で芝居に恋した夢中でやってきてどこかで愛に変わったんだけど気づいてなかったそれをコロナを機に実感させてもらったかなと語っています映画では「みんな好きに生きたら映画な」というセリフがありすごく実感がある若い頃の同じセリフとは全然違うより好きなことをしたいと思うそう感じていると言います類稀な美貌と色気で、 デビュー当初から人気を博した女優の池上貴美,美子さんは1959年1月16日アメリカニューヨーク州マンハッタン市で生まれその後帰国し京都府で育ちました幼少期はずっとニューヨークで暮らしていましたが父親が商社勤務だったため転勤をたくさんしていたそうです3歳の頃に日本に帰国し両親と弟と共に歌舞伎役者をしていた祖父 八代目坂東三五郎さんの家で過ごしましまた当時住んでいた場所は京都大学の近所で節分祭で有名な吉田神社のほど近くだったそうです実家は大豪邸だったようで庭は3つあり茶室を完備しその先には獅子おどしの音が響いていたといいます池上紀美子さんはニューヨークに住んでいた頃の記憶は全くないそうで幼い頃の思い出といえば それは全て京都での思い出ばかりととののことです京都の名門ノートルダム女子中学校に通っていた14歳の頃から芸能活動を開始した池上紀美子さんは今と変わらずとても美人で芸能界の司法とまで言われていましたしかし31歳の時に人生を左右するような一大事に遭遇しますとある旅番組の撮影のためにカナダを訪れていた時 乗っていた観光用の馬車が突然暴走し始めしばらくした後に自動車と衝突してしまいました結構な衝撃だったそうで馬車に乗っていた池上紀美子さんは馬車から投げ出されてしまい石畳に体を激しく打ちつけられてしまったそうです頭を打ちましたが外見上大怪我をした様子はありませんでしたしかし念のためということでカナダの病院で検査を受け 診断の結果は打撲だけで異常なしということでしたですがカナダで診断された打撲というのは全くの嘘だったようですカナダでの事故から1年後のある日突如首に痛みを感じ始めたといいます診断の結果は頚椎損傷で医師からは4ヶ月の入院治療を告げられましたししかし池上紀美子さんは 当時演じていた役を降板するわけにはいかないということで医師からの入院の指示を断りました仕事を最優先し入院を拒んだ池上紀美子さんでしたが体はかなりの損傷を負っていたようですある日突然体全体が異常にむくんでいることに気づきます医師によると頚椎を損傷したことによって脳と脊髄の間を流れる脳脊髄液の流れが乱れているということでした 脳脊髄液の流れが乱れたことで自律神経にも乱れが発生してしまい全身の血行が悪くなり異常なむくみが生じてしまいましたカナダでの処置が十分ではなかったためこの時の事故の後遺症が残ってしまう結果となってしまったのです現在ではその後遺症とうまく付き合いながら生活しているとのことですそんな池上貴美子さんが2024年5月24日 MX テレビ 5時に夢中にゲストで生出演しました普段あまりこの手の番組に出演することがない池上紀美子さんでしたが番組内で長年女優として活動してきたからこそのエピソードを披露しましたなんと俳優の石田純一さんを振った女優との伝説について真相を話したのです番組ではナンパをキーワードにしてトークが行われていたのですが MC のフリーアナウンサー柿原正アナが池上紀美子さんに「石田純一を振った女」として業界の中では知られておりますがとずばり聞いたのですそれを受け池上紀美子さんは石田純一さんが現在の「石田純一」名でドラマデビューした1979年の NHK「アメリカ物語」で共演しているという切り口で話し始めました「そして私は振った記憶がないけど」 石田純一さんが周囲に言っているとのことは聞いたでも振ったとは思っていないと笑顔で振り返っていました MC の三つマングローブは石田純一を振った女優として認定しますと話しスタジオを盛り上げていました加えて同番組内で昨今のある風潮に苦言を呈しています番組内で女優は女優でいいんじゃないかなと試験を述べていました 池上紀美子さんは「最近増えてきているなと思ったんです」と述べメディアなどで女優ではなく「俳優」という呼び方に統一させることが増えている件について違和感を持っていると話しました池上紀美子さんは「女優」という響きも含めて「その言葉自体に憧れもありますね」と続けたのですそして「女性にしか女優を名乗れないという思いもある」とも述べました MC でフリーアナウンサーの柿花正さんは「職業の故障としてどんな風に呼ばれたいですか?」との質問に「池上公子さんは女優がいいかなでも役者もいいですね?」と「役者」という呼ばれ方への気持ちも深いと話していましたいかがだったでしょうか今回は池上紀美子さんの近況について見て見きました新型コロナに罹患してから死生観が変わり 以前とはまた違った切り口で女優業に取り組むようになったという池上紀美子さん。番組では女優という名前の価値を語り、生来役者という仕事が好きなのだということを伺わせます。これまでの経験を生かして今後、女優としての幅がさらに広がっていくことでしょう。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、 高評価をお願いします。